坂神社を後にして不問寺を目指します。カシノをこの道が甲州街道街角写真館、昭和33年の頃の写真館の前の日の駅前郵便局が左側にあって図書館の方に図書館と甲州街道新宿本屋場あと考察場あとの石碑が本陣は江戸時代末期に日野宿名主を務めていた下佐藤家の住宅として建てられたものである。下佐藤家は昭和年間頃に名主に取り立てられ、もともと名主であった隣の上佐藤家と共に交代で名主を務めてきたと言われる。
説明していただきます。大石倉之介の中心蔵、これ皆好きなんです。で、それで中心蔵の